見ていきたいと思いますが、はい、なるほど、確かにそうですね。そしてお互い、はい、やはり長期戦でこう、なんでしょう、選択肢を変えていくのが非常にうまいプレイヤー同士ですから、そうです、ね、4試合目あたりがすごい注目になるかもしれないですね。確かに、うん、柔軟性非常に高い、はい、両名ということで、さあガイル、そしてやはりベガで、はい、なるでしょうね。ベガさあ上野選手が少し入念に、うん、対策をちょっとチェックしてるでしょうか。結構このベガ対策はね、さまざまな節目で海外の強豪プレイヤー対策でもやってきていると思うので、そういった意味では相当な自信のある組み合わせにはなりそうですよね。特に今回そのガイルの V スキル2ダイブソニックの追加で、あのやりやすさがかなり変わってきているのかなという印象があります、ね、さあ両者そろそろ準備ができそうですかね。さあ梅原選手がまだもう少し、もう負けられないですからね、本当に優勝を目指すとしたら、このまま勝ち続けていくしかない状態になってますから、入念ですね。ですね。さあこれで両者準備は OK、 我々はラグナロクを目撃するか、梅原ガイル対ドグラメだ、いってみましょう。ということで黄昏が始まります、はい、さしかも神対悪魔、そしてガイル対ベガというそうですね、あのストリートファイター2で因縁のある組み合わせにもなっています。で組み合わせ的には、はい、まあ、普通にソニックを打つとやはり最高リジェクト V スキルで取られてしまうので、逆にこのダイブソニックとジャンプ飛び込みというところでベガの対抗を惑わせながらガイルが試合を展開していくというような組み合わせに今回なってますね。上からヘッド、そこまで体力リードはドグラということで、この1ラウンド目はまだ、まあ、様子見でしょう。リジェクトに飛びが刺さって、さあトリガーを使ってダブルアップ、ダブルアップはさせず、今度はドグラにトリガーがある、はい、さあガイルはまだトリガー中ではあるが、まずはサマーを一読みしましたね。さあクラッシャー、さあソニックを消しながら突っ込めますね、うん、リジェクトで取った球を投げて上はサマスト。さあ何を見るか、梅原にゲージが待つという状況、はい、ドグラにはまだトリガーがある。タイガーがやはりそのクリティカル厚絡みのコンボを狙いに行くのか。うわしゃ先端当てか、ガードしている、しっかり押し置きは前投げ、お見事。このラウンドだけで2回サマを呼びました。ドグラがラウンドを先行するという流れ、下がりたいところにはあのニュルッと中足が出てきてダブル2までというね、本戦リーグの時というのもですね、はい、まあ、ガイルの守りの手段の一つ強力な後ろ下がりしゃがみジャックパンチソニックブームという動きに対して、はい、ドグラがちょい後ろ下がり中足で刺していくシーンがすごく多かったんですね。この試合でもそれあたりは見れるんじゃないかなと。見てますね。さあこの体力リードはドグラベが画面端追い詰めて、さあガイルとしてはソニックの距離を作りながら前にも出るか、うん、そうですね、やはり下がりながらソニックをただ打つだけではリジェクトが怖いですからね、吸収されてしまうというところで、はい、なのでその攻めるっていうのを見せてちょっとそのソニック、まあ、リジェクトを惑わせる、はい、さあ V リバーサル、ただトリガーが使えない、しっかりと暴れかっていた。まずはドグラが1本、さあちょっと梅原選手のこの表情といいますか、面持ちが迷いといいますかね、何かまだ思うところがあるような表情にも見えますが、さあまだまだ始まったばかりというところですね。さあいきなりマイステップを見せたのはドグラのベガ、ライフソックダイブソニックを見せることで飛び込みとかなり、まあ、見た目が似ているところからベガが対処が難しくなると。でドグラはこの飛び込みダイブソニックに、最高リジェクト、吸収というのを狙っているんですが、1ラウンド目1試合目にですね、その飛び込みにちょっとリジェクト出てしまうシーンもあったん です、ね、ジャンプ大キックを思いっきり食らった場面ですよね、はい、そこはちょベガとしては嫌なところですよね。
からドクロメガが体力をリードして試合を進めているという。さあチャージした。どっから爆発が来るか。マニクル、おお、ゼロ距離バンカー。しかししっかりガードしていた梅原のガイル。これですね、ダイオトニックと飛び込みでベガに攻め込んでいく。下がって、うわー、相打ち。さあサクラッシュ相打ちからクラカ、さあそれと、そうだ、そうか、これは拾って、まだ残る、キチ、いやー目の前落ちてきて誘った形になりましたね。梅原がもちょっと勝負に行きましたね。サマーソルトのその飛び道具無敵も使って、はい、トグラを切り裂こうとしたんですが、トグラはしっかりそこは軌道調節して手前に落ちてきて、はい、サマーソルトを光らせるという。さあリジェクト当たって、しかも追撃も入ります。そして投げ、ちょっとこれハメコさん、はい、ドグラペースで試合が進んでますよ ね、すね、ここまで。あの先ほども説明した通り、本戦のリーグの方でも序盤ドグラが押していました、はい、で後半に梅原が3連勝するっていう展開だったんですね。ここはしっかりと画面端倒しきりまでいった梅原のガイル。さあ一つ、今回のこのリーグすでに孫に土をつけているドグラベガ、もしかしたらこの人が大きなキーマンになる可能性もある。本当そうですよ。手にどのような立ち回りを見せていくか。目の前硬い、お見合い。さあダイブスロック、ダイパンが噛み合った。マックスは空を切るが、うわーしっかりナイスキャッチ。そう消し合った総裁。やはり画面足は非常に危険ですから使ったと。さあ対空リジェクト、タイミング合えばああいった形にもなると。ロー、さあ画面端チャンスです。そうですね、トリガー中のベガサブイリバーサルを使ってなんとかしのいで、うまい、あー狙ってた、完全に見ていた、完璧です。最後までやっぱりもう倒せる選択肢ということで集中、まあ、意識配分を多めに避けますよね。さあこれで2対0。はい、ドグラユゼ後半になっていくと、どんどんその、まあ、その本戦リーグでの話でいうと、後半は結構やっぱりそのダイブソニックと飛び込みに苦しめられるシーンがあったんですが、序盤かなりその一つ一つ、まあ、読みを合わせるというところもあってか、はい、しっかり対応していますよね。いますね、はい、かなりもういいリズムで立ち回れているのはこの右側ドグラのベガ。ブラストにも枚数が当たってしまう。え、あー綺麗にフリーヒットから画面端。さあここは梅原ガイルかなり苦しい時間帯になっている。うん、完璧完璧、ありとあらゆるやることが噛み合う、うん、さあドグラとしては、まあ、この時間を少しでも長く、そしてその間に少しでも多くの星を重ねたいところ。対応力には定評のある2人、どこからまずは梅原が対応してくるか。いいですね、押し込み、押し込んでくる。ここまでやっぱりその梅原画面足でやられてしまっているので、はい、ここどう入れ替えていくかですね、まあ、投げで成功しました。やはりそのベガに対して確定の V リバーサルポイント、まあ、これに使っていくと。クタイク裏、まだ後ろにいる、リスタンまで。ああこれも先ほどフードが見せた相手にゲージを与えない小技、後ろ投げとかだと与えちゃうんですね、はい、結構ね、まあ、どうせこのラウンドでゲージまたになりますから、なるべく相手を得させないっていう新しいところまで行きましたね。行きましたね。さあ梅原がいる、ここらで一つ星を取っておきたいところだが、小倉としてはここを取ったら3連勝、上またもや飛びが通りますね。さあアッパーが間に合っていないのか、しゃがみ状態でジャンプ台パンチをもらってしまっている状況。さあクスで楽しそうに手を振りながらベガが画面端を追い詰めていく。白ゲージが両者あれ、でかい、
さあ大きくダメージが入ったのはガエルの方、ドグラがチャンス。さあ手を振る、右手も左手もブンブン丸、前に来た。ここはトリガーが使えるのでまたさらに押し込みに行くか。ヘッド、いやークロスアップメックになった。そしてサイコテイル、いやみんなおそらくサイコテイル警戒は頭にはあると思うんですが、それでも食らってしまっている状況と。一つ前の EX ヘッドプレスも前進したことでめくりになってガードできなくなるというやつですからね。うわってなったところからさらにうわってさせるというこの矢継ぎ早の攻め見事でしたね。さあ3試合終わって 3-0 ドグラ。梅原はこのドグラベガに対してどのように対応していくか、そしてその対応は間に合うか。これが4試合目。さあ鈴木城で戦うことになりますが、もう前に出るところを止めている。かなり前に出るようになりました。ここまでやはり画面下に追い詰められてそのまま負けてしまうパターン多かったですから、そうですね、何か手を出して押し返していくというか。さあ取ります。そう、体力差はかなりある。今回は梅原ガイルが体力リード。さあ逃げを打ってしっかりアッパー。おー、ダッキ足でマジか、蹴りました。すごい速さでしたね今の差し返し。サイコアックスも一応その、やられ判定がでかく、スキーのやられ判定が大きくなって、そうですね、差し返しは前よりやりやすくなっていますので、しっかりとガードタイミングでジャンプをしたと。さあちょっと梅原の動きが前のめりになってきた。さあ前に前にという動きだが画面端になってしまうと、そうですね、今まではここからちょっと脱出できないラウンドが結構多かったので、それどう変えるかですよね。いやプラスト、またもや画面端に追い詰めたのはドグラ。うわー、誘っている、流れるように。しかしトリガー発動までは追いつか。うわー、うまい、タイミングバッチリ、裏剣の隙にダムに。やはり梅原が前飛び、そして前ステップが増えてきた。攻め込んでいくと画面端も作れるようになってきたが、画面端を作って攻めるというよりは、はい、相手に画面端まで詰められないように自分が画面端を作るみたいな。そうですね、そこの、まあ、効果はかなりあると思います。攻めることで守りも兼用しているというような立ち回りに少しずつなってきた。おお、支えが崩した形になる。そしてブリバサルディジェクトで取っているぞ。さあどうしたか、投げてから画面下近づいてきました。これは画面端に到達、ウィリバスル確定です。うわ、1ってさあ2位も入った。ここは落ち着いて小づけばいいだけの状況ではあるが、前飛び、ここからが怖いところだ。ゲージはない状況、ショーゲージ確定か。不意には動けない。上から行くの？いやしかしゲージが溜まる前に行きたいか。上から。うわ。中段を立って、しかもその後バックジャンプ割りを狙った行動だった。これは惜しくも届かず。さあしかし梅原待望の1勝目。3対1。あそこでそのバックジャンプジャックマンチを、まあ、いわゆる F 式というやつですね。はい、ジャンプ域の強攻域を深めに合わさせた後に、タッチガードに当たる技をジャンプ打つと、はい、しゃがみガードに入れると、あの中段攻撃として使えるという、あれをしっかりが読み切った上にジャンプキックパンチで反撃を狙いにいったっていう、ドグラもその冷静さっていうのを伺いましたね今。すごい冷静な上に、しかも勝つための選択肢ですからね。そうですね、もう勝つにはこれしかないっていう動きをできていたんで、かなり難しいプレーだったんですがトライしていった。ただこれで梅原もようやく1勝。はい、こっからですね。
どのように試合が動き出すか。梅原がこのドグラに対してまず見せた対応は自らが前に出る、攻めるというこの動き、お見事。さあやはり前に出ることでレガの得意な前ができなくなっている、うん、あとはやっぱり技を被弾した時のリスクが、まあ、攻めた方がちょっと下がっていくというのはありそうですね。その手振りからの下段、もういくつもこう出かかりを潰している。さあ飛び込み、そしてラインが上がっていく、すぐさま飛んで入れ替える。この動き先ほどまではあまり見られなかった。アメ足を維持するいい V リバーサルが出ました。出ましたね、攻めの V リバーサル。そして刻んでいく。さあどうなる、トリガーチャンス、その機会を与えたが、すぐさま V リバーサル、白ゲージを取りたい。いいバス EX にするのが梅原です。その EX 選択功を奏してそのまま倒しきり。さあこれで3対2、星を重ねることに成功したのは梅原。ここまでその、まあ、勝てるようになった要因としては、うん、飛び込みですね、ジャンプ、特に画面足に追い詰められた、まあ、追い詰められるぐらいの距離での前飛び、ジャンプ、ジャッキックでのめくりというのが通っているので、位置を入れ替えながら、むしろガイルがベガを画面足に追い詰める展開を作れているというのが大きなポイントになっていますか。そのあたりも今度はドグラが上に対する対応、さまざまな状況での対空、そのあたりをいつどのタイミングから対応してくるか。で差し込みで対空見え始めた。さあゲージを使ってガードの上から押し込もうというそんな意思が見られるが、で相打ち、うまい、おお出た、リジェクトされたものをダイブソニックでかいくぐるというね、とんでもない曲芸のようなお互いのプレーだが、さあどうなる、両者トリガーはある、先に引いたのはどうだ、合っている、ガードしてか、さあ返す刀って、これ何ヒットすんの、ああこれは長いやつ長いやつ、あもういやここはもう早めにテンペストのカード軽くなっております。相当長いコンボできますからね。そうですねただこれも長く続けるとですね、うん、あのドグラにゲージを渡してしまうので、まあ、リーサル終わらせられる状況まで作ってからすぐ倒しきりました、うん、コンボ食らってる側もねゲージ溜まってきますからね、うん、長くしちゃうとそういうデメリットはありますか。しかも梅原側もすでにクリティカル2分の3も溜まっていましたからね、はい、さあ壁8、この流れが変わって、さあ3連勝のあと3連敗という流れがちょっと見えてきて嫌な感じなのはドグラ。発動して投げしつつ勇気です。さあこれで今が有利なのが恐ろしいところ。いや、 やっぱりサイコクラッシャーの使い方上手ですね。うん、勝ち筋になる。はい、昔うまくもうステップ振ります。くぐって裏からチャージしたいというの形、お互い光っている。うまーい、いやー、完全に読んでいった。ここまで確かに梅原がバックジャンプで守るシーンがかなり多かったので、パンチからジャンプチーパンチ、これはちょっと激しくなってきた。裏かそれとも、はずからのめくり入れ替えて画面端。さあこれは相当いい状況なのは梅原だが、ワンツーフィニッシュ、おお、うまい、読んでる、おー、最高からの相打ち、ジャンプジャックパンチ相打ち OK は梅原、これで3対3。ガイルのジャンプジャックパンチは下方向に、はい、強いことってですね、まあ、上り出すと投げを狙ってきた、通常投げを狙ってきた相手に対してダメージを与えられるので、まあ、それで倒しきれる状況だったんで打ったんですが、まあ、ドグラがちょっとだけ立ち強キックが間に合わなかったというようなシーンですね。しっかり重ねてたら地上くらいで、そう、危なかったですね、うん、ドグラ側が勝っていてもおかしくない、
いやーちょっとこれは大掛かりなシーソーが一つできましたが、ここからどのように星は変わっていくか。ドグラ3連勝の後の梅原3連勝、これが都合7試合目。キーになってるのはやはり飛び込みですね、うん、梅原の飛び込み、ね、通るか、それとも、ドグラがうまく対処するかという、そんなところで勝敗のあやが出ているというか、うん、対空精度、対空の駆け引き、トータルソニック背中から投げるか、それを蹴る、今の大吉やべえだろ、試合ちょっと上からガイルが飛びを控え始めたかというような、うわー来た、いきなりボロボロな EX 様だったが、えっ、さあ避けている、だいぶしゃがみなどすると隙が減少します、しっかり対戦できてますね、うん、それから変えてチャンス、リークスダブル2からは攻めが継続するが、バックジャンプで逃げていった、バックジャンプ結構効いてますね、1回ね、そのドグラのビッグプレーもあったんですけども、ただまたすごい勝負どころで狙われそうですよね、あれ時間は20秒、さあ白ゲージがある、ドグラはどうする、逃げられるか、うわ当たってる、いやー膝クリヒト、勝負どころ、時間がない状況、プレッシャーはかかってましたが、大きなクラッシュカウンター、ドグラやはり梅原側からちょっとずつ前に出ていく展開になっていますね、そうですね、まあ、逃げるという意思が感じられる、ここも攻めの EX 様と言っていい、めくり、いやこれは画面端も絡むぞ、さあ一転してドグラのチャンスになる、バックジャンプ、そうですね、やはりこれ効いてます、乗っけてから、いやー遅らせ下段、そこからの様クタイクは梅原、中段ナイスガード、最高、次は何が来る、打撃タク、そろそろチャージが匂うが、刻んで V リボーがしっかりガードしている、さあどうする、うわーうめえ、ホーバーを待っていた、すごい今のてか誘いましたよね、誘いましたね、ホーバーサイコクラッシュを誘う前ダッシュをわざとしてバックジャンプでしかもきっちりジャンプ攻撃からのサマーという、勝ち切る、いやー今のはかなりいいプレーになりましたね、ドグラとしてもああいう場面で結構そのスライディングホバーキックに信頼を置いていたと思うんですが、相当今まで打ちづらくなったでしょうね、そうですね、かなり印象的な最終局面での誘われ方をしてしまった、さあこの4つ目の星、ここが両者のターニングポイントになるか、どちらも譲れないといったような気合いの入ったいいプレーが見られる、リジェクト成功です、すごく受け身取った、いやおクラッシュカウンター、遅らせ小足がかなり当たりますね、当たりますね、ところ売り場、これまたも押し込む、早い、ヒットボックス様か、最後はドラゴンスープレックス、4つ目の星は梅原、ちょっとドグラが顔を覆うような、ここは取りたかったラウンドだったか、ガイル、その遠距離戦の得意なキャラと思いきや、接近しても、投げとリバースピンキックという、はい、あのとんでもない二択があるので、すごく投げが抜けづらいですよね、辛いですね、はい、リバースピンキックの火力が高すぎてリターンがすごいので、ちょっとね、投げ抜けをするのが怖いですよね、うん、わさあそろそろとさあ中段しっかり立つ、この辺りはさすがのドグラ、さあこの両者の戦いも折り返しを過ぎようかというところ、やはり梅原が前に出るようになったのが大きな
変化、最初の3試合はやはり前に出れずに画面足に行ってそのまま、まあ、負けてしまうっていうパターンがすごく多かったんですが、とにかく中央よりもドグラを相手画面足に追い詰めているような、距離で戦ってますので、何か食らった後そのまま終わるってことはないですからね。そうなんです。でしかも溜まったゲージをこのように吐いて、V リバーサルベガ、まあ、強力な EXW になんかにも V リバーサル確定しますから、それで画面足の攻めを作っていくと。もかなりその試合を作っているコントロールしているのは梅原側になってきた、うん、さあ垂直をしゃがみし、ここで刈り取って、うわーっとしっかりと噛み合わせている、飛びもなんか前よりも通るようになってきましたね。そね、そしてもう出し惜しみはせずにハリケーンを打って一気に倒す垂直からの投げ誘い、さあこれで5対3。さあ、根尾さん、はい、かなりいいリズムに梅原がなってきたと。そうですね、まあ、中央序盤戦ですよね、このラウンドの序盤戦が、まあ、大きく変わりました、まあ、どんどん前に出ていく、しかも前に出ながら守ってていますので、ちょっとグラクシャどう対応したものかと。気づけば5連勝中ですからね、はい、5連勝ですよ、はい、このドグラに。しかも割とあっさりと勝ち始めているというのも恐ろしいところで、うん、どこで飛びが通るかっていうところもちょっと掴んできたんでしょうね。そうですね、これが梅原の対応力。さあドグラウドを受ける、うわー、マエステをリバースピンでお出迎え、とんでもないプレーになった。さあどうする、コバーから、うん、近いが、そうですね、梅原にはリバーサルが1回ある、リバースを使っていく。相打ちでもいいか、相打ちでもいいか、体力差は十分ある状況。わー、2発目早い、貫通してきた EX ソニック。さあちょっと流れを変えられないまま梅原がラウンドを取るという試合展開が増えている。糸打ちになるようなプレー、そういったところが出るといいんですが、ドグラムがインフェルノ、この画面を大事にしたいですね。そうですね、うわー、裏剣と飛び際先ほどもあったんですが、うん、ヘッドプレス出したいところにあの裏剣が置いてあるという場面。さあ、飛びが発動、ドグラシャー画面端に到達してしまったが、もう一丁往復すれば問題なしと。ただ V タイムはなくなった。なるほど、ダイブソニックで溜めた V ゲージを V リバーサルに回すという動きを今していますね。地球時速、さあいつ、山智也気づけば溜まってますね。もうリジェクト成功、画面端、さあドグラム守りたい、梅原を攻め切りたい、白ゲージ取っている、立ち返した、恐るべし。2回目ありますよ、ドグラ V トリガーが。そうですね、ただ1回目フォアキック読まれたんで、はい、ちょっと打ちづらいですね、下からは行きにくい打てない、近づけない、どうなの、あー大パンダッシュ、どうなる、インフェルノからの打撃、届いた、間に合った形、勝ちました。苦しい場面でしたけれどもね、あの状況でやっぱラウンドに結びつけられるのが、うん、道楽の強さっすよね。確かにあそこで勝ち切れましたね、普通はちょっとね、大体ね、勝ち切れないですけど、そのままやられちゃう場面で、それだけ我慢強いっていう。そうですね、さあ5連敗中でありながらブレてないですよね、やっぱり、うん、触れるような印象はない。ラインを上げて、ただ画面端が、僕らがやはり画面端に追い詰められる時間っていうのは増えてきているんですよね。これをちょっと変えたいところ。さあ、タイパンは狙われている、大足の差し返し、飛べ、さあ綺麗に刺さって、梅原にゲージはないが、ドグラにもない、トリガーはある、後ろ投げ、後ろ投げからの何を狙うか、いやー、パイク
うわーくぐっている。つやなに投げを誘っていたが、体力リードはどこだ。しかしリジェクトしました、はい、時間がない。あいつ EX 様はあるので上から行きにくいが、上から行くのか。そしてこじ上げた、今の攻めるのやばいっすよ。やばいっすね。ドグラが勝ってるんですよ今。体力的にはドグラが勝っていて、梅原が追う展開を作るのかなと思ったら、はい、先端飛びしに行きましたね。まあ、確かにあの場面で結構しゃがみジャックパンチとジャンプ強パンチは相打ちになってるシーンが多くて、はい、その相打ちであれば体力的にさらにリードが取れるっていうのも考えて飛んだ、うん、そんな印象があります。なんかこう誰もがあ飛んじゃダメだなって思った瞬間、うん、逆に飛んでたみたいな感じになりましたね。そうですね、今のはいや本当に心の隙間にスッとこう飛んできましたね。心の張り穴を通した感じですね、うん。相手の読みを外すっていうこと自体がものすごく大事ですから、うん、そうですね、完全にこの梅原の読みというか、うん、外すことがこれはできました。さあこれで5対4梅原優勢ではありますが、さあ梅原連勝の流れを止めたドグラベガ、ドグラをうまく攻め込めた時に崩せましたからね。そうなんですよね。さあ画面端またもや作って、梅原が試合のペースを掌握していく。またもや前ステップにはリバースピン、しかもしっかり EX してダメージを増やして倒しきると。結構そのリバースピンの打ちどころに前ステップが噛み合ってるじゃないですか、うん、これはまあ癖を読ん、前ステップのポイントを読んでいると、牽制を潰すような打ち方をした時に、まあ、噛み合ってるってところもあるのかなと思うんですが、ただ一つ前のドグラが勝った試合って、はい、結構むしろそのベガの前出しの無敵時間がうまく噛み合って懐に入れてるシーンも多かったので、確かにちょっと梅原側も前よりもそのダッシュっていうのを警戒した技打ちに変えているのかなという印象もあります。ここでトリガー発動、白ゲージがあるので庭前には出ないか。この時間帯ただ画面端に押し込まれたくはないのでしっかりと、いや当てに来た。さあクラッシャー狙っていた、しかも位置が入れ替わって、素晴らしいプレー、いいプレーだった感じ。梅原が動きながら押し返す、いやー中足しっかり空中。さあどぐらにはまだ、さあフォアを打つのか、サイクラッシャー打つのか、痛いぞ。もう V タイムがなくなりました、これはきつい。歩いてくる、歩いてくる、のしのし、いやステップで軽やかに投げに来た。お返しですね、お返しですね。攻めなくてもいい、不必要な前出しで分からせたというそんな構図です、はい、まあまあ攻める側、攻めない側、まあ、セオリーが分かってるだけにびっくりしてしまう。相手の読みを外す、うん、さあこれで梅原がリーチをかけて6対4。この試合梅原が勝てばそのまま勝利。さあドグラは食らいつけるか。これは最初の序盤戦のドグラの勝ちパターンですよ、はい、早めに画面下に追い詰めて、ね、体力リードを取る。EX ダブにこれも当たってまず落とす。さあ体力差はかなりついている状況。さあそして前ステップからのコパン、これもカウンターになる。中はしゃがみながらそいつダイブ、ウィッチが入れ替わったのがどう響くかね。え白ゲージがあるが、ウィーバーサル、なるほど、ウィーはしないと止められたぞ。台足が当たるぞ。残り時間は40秒。またドグラー V トリガーが溜まりました。梅原には CA が溜まりそうという状況だな。横から来た、確かにいいダブルに。もし V リバーサルされると相手の、まあ、ガイル側の逆転力が下がりますし、はい、ガードの上から攻め込んでいけるというところで攻め継続を、はい、加味した XW2 だったが、さあこれは対戦機の投げになる大チャンスですね。サドグラとしてはいい距離、いい状況。どう抜けるか、どう逃げるか。ダイパン、うわーっと、逆に。さあ入れ替えられたのでいいでしょうと。よく止めた。置いてある。で、あ、1。
怖い。さあ体力リードはドグラベが当てていいですね。はい、うわあ読んでる対策しっかり、横に長い攻撃、ゲームリバーサル、もう一回白が溜まっている、白い白い白い取ってる。めちゃくちゃ重い5番になった。そして最後で入れ替え、体力リードはまだ若干ドグラ、梅原には CA があるという状況。いや入れ替わったぞ体力さ、梅原リードです。これで一発にソニック使って2発、そして R って投げ、お見事。これで梅原リーチ、さあゲージ差もほとんどない状況、序盤戦が重要ですよ。やはり先にダメ足を追い詰められた側が圧倒的に苦しくなっているんで、投げが入って大きくラインが上がる、上っ、いやー我慢の末に前に飛んでラインを上げる梅原、決着になるのか。これは何を狙うか、どう粘るか。アクス引っ掛けている。いやお互い端に追い詰めたいが、ゲージ差かなりありますね。ドグラ浮いてる顔発動、いやー痛すぎる。ブラストが出てしまいましたか。さあ間髪入れずにハリケーンまで打って画面端、ドグラどうする。うわーダメだ、ジャンプ中盤を狙ったんですけれど間に合いませんでした。お見事。さあこの神と悪魔の対決、勝ったのは格ゲーの神梅原。いや序盤はドグラペースだったと思うんですけど、まあ、よく対応したと、まあ、というよりもその攻め方ですね、守って対応したというよりも、はい、まあ、ドグラに通りやすい飛び込み方、ダイブソニックの内訳っていうのをこう切りどんどん切り替えながらやっていったことで崩せるようになったっていうところが大きかったですね。